こんにちは、西村投手の野抜です。今回からね、ちょっと特別にラジオじゃなくて見えるラジオ的な感じにしたいと思います。っていうのも、まあ、僕のラジオがあまりにも噛みすぎだってことで、編集に時間がねかかるんで、もう編集するなって言われまして、もうだったらもう動画撮れと言われましたんで、今日はあっちにあるのが、まあ、自分たちが同人誌やってる、部署がある部屋なんですけど、そこからちょっと隣の部屋の、まあ、ちょっとさ在庫を置いたりしてる部屋でちょっと収録したいなと思います。まあ、ちなみにすぐそばでもう作業してるんで、ちょっとガタガタ言いますけど、それは気にせんといてください。ということで、西村ラジオ始まります。西村ラジオ、まず最初にちょっとね、最近ちょっとサイトの方でもお知らせしたんですが、こちらの紙ちょっと来て、グリスターっていう紙なんですけど、ちょっとサイトの方に価格も載せてみたんですが、非常にね評判が良くて、もう問い合わせどんどんいただいてますが、ちょっとこちらの紙、写真ではいまいち見せれないところがあるんで、今回この画像絵で色の感じを見てもらえたらと思うんですが、まあこう各種類こうあります。で、中にもね、この後ろの3つかな、こちらだけは色が黒、紙の裏が黒になっちゅうがですけど、こういう感じでね、他の分はもう白だったら裏は白、クリームだったらちょっと白、ピンクだったらちょっとピンクで、メタリック感はない、普通の上質っぽい紙になってます。ただ表はね、こういうキラキラしてる分で薄いんでね、遊び紙とか見返しとか、まあ、力紙とか扉に、まあ、一色ずりとかしてね使ってみたら面白いんじゃないかなと思います。特にこっちの後ろが黒の方は、まあ、遊び紙で使って開いたらこういう黒があるんで、まあ、ちょっと変わった感じになって非常に楽しいんじゃないかなと思います。さらにこの間うちの、付き合い、まあ、紙を仕入れてるところから連絡あったんですけど、このグリスター紹介してすぐにお客さんから注文が来たんです。まあ、それで発注したところ、そのメーカーさんから紙屋さんの方に、日本で一番最初に注文いただきましたっていうお礼のメールをいただいたそうで、電話をいただいたそうで、ということでうちでグリスターを頼んでくれたとある方が日本で一番最初にグリスターを使ったということになりますので、いや、なんかそういうの嬉しいですよね。なんで今後もこうやって新しい紙が出てきたら随時紹介したいと思います。グリスタぜひ使ってみてください。では引き続いて浜次郎どうぞ。どこ、アメ横この反射速度聞いた、どこって言われすぐにアメ横って反応できる浜健人、さすがびっくりした、やろ自分で振っといてやろ、うん、今日はね、そうまだね、上野公園からねちょろちょろって歩いてアメ横に来ちゅう。どんだけ上野に滞在すんの。あと4日。そうまあ今日はね、上野縛りみたいになっちゃう。そう、今日はそんな感じでね、まあ上野縛りある意味今日で最後で言い方でね、うん、でもそう、上野縛り最後のね、アメ横をねフラフラしながらね、みんなにね様子をお届けできたらいいなって思うっちゅう感じやね。今回はまあざっくりした入りやけど、なんか企画とかあるか。ないよ、西村城です。だって西村城企画なんかしたことないじゃん。そうやね、まあそうやね、あったら触れるみたいな、うん、打ち合わせがないのが打ち合わせやきね。いや、打ち合わせと称してご飯食べただけみたいな。そうやね、そうやね、そういうのもあったね、うん、何週か前の収録やねそれ、うん、まあいろんな店があるきね、まあみんなにお届けして面白い店も多分あると思います。まあそんなわけでね、いや今回もやっていきましょう、浜健人の西村ラジオ始まるよ。今日何やんの。え、いろんなメッセージもらっちゃうけど、それ紹介していこうかなと思って。届いちゃった。うん、すごいありがたい限りで、ね、とうとう届いた。あのね、アメ横を移動しながらみんなからもらったメッセージを紹介していこう。すげえ斬新な企画。どう、どんぐらい来てんの。ね、結構多いちょっとびっくりしたまあね、全部は元気だからバス一緒だからね。俺もちょっとね、さっき移動中にね、ちらっとね見よったね、目をね通させていただいたけど、うん、西村くん、うん、宛てのメッセージは、うん、もうちょっと送ってもいいんじゃないかな。なんでなんで。いや、浜くんしてるから。いや、だって浜くんやもんなんでちょっと勝ったよみたいな。だってね、みんなね、浜くんやもんね
はい、じゃあそういうわけでね、紹介していこうと思っております。ざまみろバーカ。よし、ラジオネーム、デカビタチャージスーパーファイナル EX。 じゃあ読み上げていく。長い。あのね、内容もすごい長いがよ。すごい。浜さんこんにちは、デカビタチャージスーパーファイナル EX と申します。はい、ありがとうございます。西村ラジオ MC おめでとうございます。私はとあるゲームのキャラの声を聞いてから浜さんのファンになりました。今までは声優さんのラジオや放送、出演イベントなどそんなに気にしたことがなかったのですが、浜さんの演技は生き生きした声でキャラが本当に生きてるみたいに感じられる上、ご本人も本当に楽しそうに活動していらっしゃるので、見ているこっちもとても楽しく、今ではキャラ関係なく浜さんの出演されるイベントごとは必ず追いかけるようになってしまいました。もともと坂本龍馬の役をずっとやってみたかったのと何かで判決したのですが、絶対超ハマると思います。超ハマると思います。ぜひ見てみたいです。これからもずっと応援しております。お体に お大事に、お仕事頑張ってくださいということでね、すごいありがたい文章でございますけどもね。初見でもう早すぎて ね、なんのこっちゃかね。あのでもじっくり心込めて読みよったら多分、ね、4割ぐらいね、うん、入ってこなかった。ごめん、でもじっくり心込めて読んだら1分半欲しいわこれ。15分やきね、多分15分ないきねこの番組ね、うん、だからもうあの、まあ、要するにあの応援のメッセージでございました。そうで、これそうあのね、放送前から来てくれたがよ、送ってくれた第1回のね。そうそう、第1回の放送前に連絡してくれたということは、あの11月1日より前に、うん、そう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 、てかそうやってね、応援してくれるっていうだけでもすごいありがたいってね。で、いつだけじゃないがよ。じゃあもういつ読み上げていこうか。ラジオネーム日向さん、うん、浜さんこんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。初出演の作品にキャスティングされた時から追い続け、ついにここまで来ました。ありがとうございます。わざわざどうもどうも。その作品のラジオを聞いて、浜さんのラジオがゲストじゃなくていつも聞けたら幸せだなとずっと思っていたので、夢が叶った気持ちです。伝えたいことは山ほどあるのですが、ともかくおめでとうございます。これから寒くなるので体調、特に喉には気をつけてお過ごしください。あ、もしよろしければ浜さん独特の明るいトークの秘訣を教えてください。うん。私はあまり話がうまくない方なので気になります。まあ、これもね、第1回目の放送の前にくれたメール。で、なんか秘訣あんの？秘訣。なんやろね、明るいトークの秘訣。明るいトーク、楽しい気勝手になるかやろかね。分からん。カメラすごいアップで幼虫がやけど今。あの、明るいトークの秘訣か、なんやろね、楽しむことかな。なるほど、うん、楽しんで、うん、でも俺ちょっとこの人の気持ち分かるけどさ。そう、うん、俺だって話上手くないし。そんなことないよ、毎回毎回鋭いツッコミくるんや。人見知りだし。いやいや、毎回毎回ね、ちゃんと紹介してくれよ。いや、だからあの、この俺がね、うんうんうん、この人の立場になったら、うんうんうん、まず話し出し、うん、なんか話し出せたらさ、うん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 、そのテンションで話せばいいじゃん。うん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 、なんか話し出しのポイントとかない？話し出しか。トークって言われたら、まあ仕事ってなる難しいがけど、まあ純粋に友達とやったらやっぱり共通の話題があるとやっぱり楽よね。うん、そう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 。で、割り込んでいくにしても、例えば2人が話し言うと、知らん人2人が話し言うけど、その人だと友達になりたいとするやん。で、それが例えば、まあ、アニメの話やったら、で、そのアニメ失中、あの、実はそれ私も失中がですけどって、結構ね、意外とずうずうしくても大丈夫なのよ。俺それいけないもん。いや、だからそこはやっぱり頑張ってもらうしかない。その一歩を踏み出したら多分あとはね、なんとかなる。意外とね、ずうずうしくてもいける。あの、例えばさ、高校始まった新学期とかさ、みんな探り探りやん、新しい友達ができるかなって。そういう時とかでもね、最初だけちょっとずうずうしくても大丈夫。で、その代わりあとはみんなの様子を見ながら、あの、あ、これ行き過ぎたなって思ったらちょっと引いたりとかして、何こいつみたいになっちゃったらどうする。そう、そしたらちょっと引いたらいい、逆に。でも一番最初はやっぱりズズしく、あ、私もそのアニメ好きながですよみたいな。そうなんです、そうなんです。あの、ずっと喋ってて、ずっと仲間に入りたいなって思っちゃって、なんかすいませんみたいな。多分向こうもね、つけんどにはしないんですよね多分。俺はされたことがない、少なくとも。だから今まで友達はそうやって作ってきた俺は。へー、うん、なるほどね。そうです。まあ、あまり話がうまくない方なので、それも経験です。最初からうまい人はおりません。まあ僕もね、僕は未だに話し下手なんであれ長いけど、まあ本当に楽しんでね、なんか経験でいろんな引き出しを増やせたらいいですね。日向さん、ありがとうございました。ありがとうございます、うん、もう一件行こうか。
もう一件ね、うん、ラジオネームプヘムさん、こんにちは。あ、どうもこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。これはあれやね、放送終わってからメールくれた人やね、うん、もともと方言が好きなのですが、最近土佐弁がすごく好きです。おや、土佐弁はよくチューチューニャーニャーと言うそうですね。かっこ笑い。チューは西村ラジオでもよく聞きますが、ニャーは聞かないのでナチュラルなニャーが聞いてみたいです。浜さんお願いします。これね、でも全然返さ、うん、ナチュラルなニャーはね、ニャー言ってたでしょ前々回。そうね、前々回言ったね。聞いてくれたかな。聞いたかな。もう一回言おうか、せっかく読んだき。あ、西村くん、巨匠ええ格好しちゅうにゃあ。あ、そういうね、使い方ね。そう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 、してますねってことよね。あ、要するに、そういうことね。そう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 、してますねをよりフレンドリーにしたのがしちゅうにゃあみたいな。おで、より相手にかけてる言葉を強調。そうそうそう、土佐弁解説みたいになっちゅうけど、まあそんな感じで、さっき何気にチューチューニャーニャー両方消化したっていう。さすが、うわっ。ペヘムさんいかがでしたか。チューチューニャーニャー、ああいう風に言います。ハマの言ったチューチューニャーニャーはあんな感じ。なんか今日冴えてるじゃん。ありがとう。今日だけやめろーい、やめろーい。前回と打って変わって、ね、おーい、前回の大喜利がつまんなかった。うるせえわうるせえわ、えぐるぞ、うるせえわ、やめろ。ブロックマイハートやったから、ブロークンやったから、ブレイク戦闘でもういいよ、もういいよブレイクは。まあね、本当にね、初めてのね、冠番組ということでね、おめでとう、うん、いやありがとう本当に。いやすげえ不安やったかよ始まる前は、うん、けどなんかこんなにメッセージもらえてね、普通に嬉しい。まあほんの一部だけどね、うん、そう、それもあるやん。で、ツイッターとかでもやっぱりつぶやいてくれっちゅう人がもおるわけやしね、浜地を本当にみんなに愛されちゅうなーってすごい嬉しい。何万通もね、お便りいただいてね。そう、何百万通もね、本当にもっとね、そう、何千万通ももらえて。 やっぱりね、でもメールも嬉しいよそうね、うん、嬉しいよ、それ嬉しい、嬉しいんだけど、うん、我々のね、本望はね、やっぱりね、うん、留守電、留守電が増えるとそやね、うん、まあ留守電もね、ちょっとね、みんなにね抵抗が、そうそうそう、あるかもしれないですけど、ちょっとやっぱり勇気がいるって書いてる人がおったね、ツイッターとか見たら、うん、うん、まあね、そう言わんと、ぜひね、もう何回でもかけて、留守電やき、留守電やき、大丈夫やき、僕を信じてまあこれからもどんどん待ち受けて、やめろその目、やめろその目を、やめろ、みんなには見えてないけど横焼き見えちゅうぞ俺には。おお、またチュー言うて、チューなんて言っちゃせんき。まあそんな感じでね、まあ今後もぜひね、ハマケットの西村ラジオよろしくお願いします。真面目な回になっちゃいましたね、はい、いやっていう感じでね、メールを紹介してたら、うん、アメ横もそう終わってしまい、そういい感じや。じゃあ今日のつかるた、せやね、何今日のつかるたは、今日のつかるたはね、アメ横の、うん、目、またさ目目思いつきました。おお、珍しく、もうね、こんなんで滑って、ここまではいいんだよな、いつも滑って当たり前なんですよ、こんなん。あ、滑る滑る滑るよ、あれ滑る、超滑る、俺滑っから、まず滑っから、俺滑っから。ここ、使われないと思ってあれでしょまあでも、ビデオなんで、まあ、いやいや、使っとくから俺超滑っから、マジでじゃあそういうわけで、じゃあ行こう、ということで、うん、本日のつかるたに参ります。うん、つかるたの目、じゃじゃん、目移りしちゃうアメ横。おお、シンプルでどう。いいよ、今まで一番。あ、そう、よかった。あのね、すごい嬉しい情けないやった、ありがとう。じゃあということでね、うん、そろそろ終わりなんで、うん、恒例のプレゼントコーナーやね。うん、
じゃあ今回もね、毎度のことやけども、Twitter とかメールとかじゃなくて、ぜひ留守番電話に、てか留守番電話に残してください。がいい。うん、留守番に残して、お願いから残して、留守番に残してってはい、じゃあ番号言うで。はい、0888333-8148、0888333-8148。はい、で残す内容は、ラジオネームと本名と住所と電話番号、それと欲しいプレゼントの名前で、今回長いけど、そうやね、こうしようか、第7回のアメ横で買ったやつ買ったやつあのね、さっき買ったやつね。そう、面白いもん買ったかやけど、いや面白いってか何やろ、独特なもんって言ったらええがやろうかね。浜くんが選んだ、そうまあ浜健人選びました、独特なやつです。もう一回言うで、第7回放送のアメ横で買ったやつって残しとってください、まあそういうわけでね、何回も何回も言うけど、浜塩にお便りだったり面白い企画やったりどんどん募集しております。実現なるだけしたいんで、どんどん本当に連絡待ちおりますよみんなね。じゃあ今回もね、こんなわけで、浜健人の西村ラジオ、いよいよ終わりでございます。じゃあみんなバイバイ。バイバイ。また来週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 。西村君はちなみに、え、今日の疲れたのは目。目？目。どう？いや俺似たようなの考えてた。あ、そうなん。なんや。じゃあまたね、じゃあ次の回はまたじゃあ一緒に言おう。いや言わない。なんで即答やったらびっくりするぐらい早かったかやけど。いやいや言わん。いやだって珍しいものがいっぱいアメ横って考えてて。西村ラジオですあれなんか心を読まれたかなぐらいな。読んだよ。心を読まれて、うん、パクられてちょっと変えてきたかなぐらいな。違う違う、影響を受けたものはいいよやね。浜健人の西村ラジオ、続きましては白の特殊市白尾市見本町、こちらをちょっと写真付きで、まあ、絵付きで紹介したいと思います。どれ紹介しようか、みんなどれが知りたいでしょうか。ちょっと僕は前もねラジオとちらっと話したので、ちょっとおすすめはこちら見えますかね。メタルに空押しをした分ですね。あの言葉じゃなかなか説明しにくいんですが、このね絵で見てもらったら分かるんですけど、この光の影、光り方によってこう文字が特に綺麗に浮き出て非常に面白い感じになりますよね。さらに同じメタルつながりでこちらがメタルに PP 加工をしたもので、こちらがマット PP をしたもの、さらにこちらがベルベット PP を、まあ、かけたもの、まあ、うちではあのニュールマット PP って言いますけど、その3種これ見てもらったら分かるんですが、銀の部分がもうすごくね全然違います。特にベルベットかけた時はもう本当に白金のように綺麗な銀になります。この差がね非常に楽しめる。でカラーもね見てもらって分かる通り、ベルベットが一番カラーの発色が綺麗になってると思います。ぜひアルブライトで PP ね3種類使って楽しんでみてはいかがでしょうか。おすすめですよ。ということでまた来週。